この夏パリ五輪が話題となる中、もう一つのオリンピックにも注目が集まっています。それは4年に一度開催される第27回国際昆虫学会議です。今年は秋篠宮家の長男悠仁さまが招待され、私的に参加されたことが話題となりました。8月26日には悠仁さまが研究に加わっている皇居のトンボ草がポスター形式で発表されました。前日の25日には秋篠宮ご夫妻とともに開会式に臨席され、その後日帰りで帰郷されましたが、展示会場では海外の研究者からの質問に応対されました。来年大学入学を控える悠仁さまの本命は東京大学農学部で、一般入試ではなく学校推薦型選抜に挑むと言われています。大学入学共通テストで8割以上の得点が求められますが、選考に際し重視されるのは研究や課外活動の成果です。紀子さまが悠仁さまの東大入学を小学校時代から主導してきたと言われていますとジャーナリストは述べています。しかし悠仁さまの学会デビューには批判の声も上がっています。秋篠宮ご夫妻が意図されなかったとしても、悠仁さまの学会デビューに同伴されたことは親がかりと見られても致し方ない面があります。皇族という立場で東大に推薦で合格することをよく思わない国民が反対する署名を行う事態になっています。宮内庁としてはこの動きを無視するわけにはいかないでしょう。8月10日から署名サイトで実施されているのが悠仁さまの東大進学に反対する署名活動です。悠仁さまが東大の推薦入試を悪用し、将来の天皇として特別扱いで入学されることは象徴天皇制を根底から揺るがすこととなるため反対しますというタイトルの署名には12,500人以上が賛同しています。皇族が特権的に東大に進学することや将来の天皇が学歴にこだわることに反対する声が数多く寄せられています。皇族といえども学びたいという気持ちは尊重されるべきですが、多くの人が一般の受験生を押しのけて東大に合格することに疑義を呈しています。しかしここまでの事態になってしまったのは宮内庁の責任が大きいでしょうと皇室ジャーナリストは述べています。悠仁さまは多くの反対署名により志望校変更を余儀なくされるのでしょうか。現在悠仁さまは高校3年生で、卒業後の進路に注目が集まっています。特に推薦入試制度を利用し東京大学農学部へ進学なさるのではとの見方が有力視されています。東大の推薦入試は共通テストで8割以上の点数が求められるほか、これまでの活動や成果も提出書類に記載する必要があり評価の対象となります。高校生のうちに権威の高い学会へ出席することは推薦入試で高い評価を得ることでしょう。このことから昆虫学会議へのご出席は東大入試に向けた布石なのではとの憶測が広がっています。そんな悠仁さまの東大進学説をめぐって現在前代未聞の活動が行われています。世界最大のオンライン署名サイトで悠仁さまの東大進学を反対する署名活動が行われています。8月10日から始まったこの署名には多くの賛同の票が集まっています。署名の中には皇族という立場を利用して入学するのは不正、天皇に学歴の箔はいらない、
などのコメントが寄せられています。宮内庁はこの署名について、個別の署名活動についてコメントすることは差し控えさせていただいていますと回答しています。悠仁さまを取り巻く逆境には宮内庁にも責任があると語るのは、元宮内庁職員で皇室解説者の山下さんです。秋篠宮家について、宮内庁は説明責任を果たしていないと感じています。宮内庁は皇室と国民の橋渡しをする省庁ですから、皇室の方々の思いを尊重しつつも、国民が納得するような説明をする責任があります。疑義が生じるような説明は何か裏があるのではないかという憶測を呼んでしまいますし、そうした憶測が批判を招いているのではないでしょうか。また山下さんは悠仁さまの進学先についても次のような見解を示しています。悠仁親王殿下は一般の人と違い、特別なお立場の方です。一般の人のように学歴社会を生きていかれるわけではありませんから、東大進学が不公平だという認識自体がずれています。重要なことは静かな環境で研究ができるかどうかです。一方で受験で一般の人と争うのは好ましくありません。大学側が一般枠とは別に特別に入学を認めましたという対応をとっても問題はないでしょう。東大進学が有力視される一方、東京大学農学部関係者は、将来の天皇がうちに入学されるなんて考えられないと次のように本音を明かしました。まず東大農学部は学内でも一二を争う財政難に陥っています。ですから戦前に建てられた校舎はペンキが剥げて、配管はむき出しの状態です。加えて耐震にも不安があります。悠仁さまが現在通われている筑波大学附属高校は、悠仁さまの入学に際し事前に大規模な改修工事が行われていたと聞きました。今のところ農学部ではそうした動きがないので、可能性は低いのかなと思っています。この関係者が悠仁さまの進学の線は薄いと考える理由は他にもあります。悠仁さまは昨年トンボに関する論文を発表されたと伺いました。幼少期からトンボに関心を寄せられ、大学でもそうしたことを学びたいとお考えなのではと想像できますが、東大農学部には悠仁さまを指導できるようなトンボの権威がいないのです。つまりうちは悠仁さまが学ばれるのにふさわしいと言い切れないのです。悠仁さまも青年を迎えられ、露出の機会が増えれば秋篠宮家が国民から高い支持を得る可能性も大いにありえます。今回の動画は以上となります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。気軽にコメントをお寄せください。この動画に対していいねボタンで評価いただけると嬉しいです。これからも皇室に関する動画をお伝えしていきますので、あなたのチャンネルの登録をお待ちしています。それでは次回またお会いしましょう。